2018年6月18日12時25分歌手の前川清、69、が、18日朝に近畿地方で発生した地震の影響で、同日に大阪、梅田芸術劇場で開催を予定していたデビュー50周年コンサートを昼夜公演とも中止することを公式サイトで発表した。この日午前7時58分頃に大阪府北部を、震源とする震度6弱の強い地震が発生。同サイトでは、協議の結果、地震の影響及び交通機関、電力などの情勢に配慮し、急遽、昼の、府の公演を中止させていただくこととなりました、と14時30分からの昼公演の中止を発表。ご来場を楽しみにしていらっしゃったお客様には、大変ご、迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご容赦を賜りますようお願いいたします、と呼びかけた。代替公演の予定はなく、チケットの代金は払い戻しするという。